というわけで皆さん、こんばんは。こんばんは。ナイトヨガへようこそお越しくださいました。はい、本日、インストラクターさせていただきます、オーストラリア・ブリスベンの吉田佳代子です。よろしくお願いいたします。リーヨガは、皆さんが各自、シンギングリーン、1セット使っていただいて、音を奏でながら体を動かすので、自分の近いところで音と響きを感じられるので、体を緩めた状態でこう気持ちよくヨガのポーズ、できて体も動かせるという風になっております。じゃあ糸鉢を持ってボーンと軽く奏でて、でまた手を膝の上に戻して目を閉じて呼吸の方に意識向けて、ちょっとこう足がふわっと開くようなイメージで奏でてみてください。で、足はですね、腰幅かそれよりちょっと広いぐらいに開いてもらって、足の方をペタンとしっかりと、ね、床を押すようにしていきます。で、これ見た目簡単なんですけれども、結構真面目にやろうとすると地味に効くので、はい、選んでみました。で、足なんですけれども、さっきと同じようにジッパーでぐーっと太ももを締めて、で、できれば足首をこう90度でつま先を上に向けるようにすると、この足のもも裏とかに働きます。では、バチを持ってポーンと構えて、で、息を吐きながらお尻を後ろ、右の足を少しずつ伸ばして、で、軽く目を閉じて、もう全身の力を抜いていきますね。胸が呼吸に合わせて、膨らんだり元に戻ったりする様子で、では、最後ですね、ボディチェックのビフォーアフターのアフターですね、ちょっと首の動きとか、最初と同じ動きをしていきますので、まず前後に、首を、はい、というわけで、あっという間ですが、はい、これで、今日のナイトヨガですね、はい、終了となります。この後は爆睡コースでぐっすりと眠って、はい、週末、はい、楽しくゆったりとお過ごしください。はい、今日は、お忙しい中どうもありがとうございました。おやすみなさい。いいですね。